オットー・バイニンガー、1880年4月3日から1903年10月4日は、オーストリアのユダヤ系哲学者。1903年の著書、性と性格、Geschlecht und Charakterは23歳で自殺を下駄後に高く評価された。この書物は、今日では、性差別主義かつ反ユダヤ主義であると考えられている。オットー・バイニンガーは、ユダヤ系の近世育士、レオポルト・バイニンガーとその妻、アーデルハイトの息子として、ウィーンに生まれた。ハンガリー系ユダヤ人の家系。学業優秀だった。彼は、中等教育を終えた後、1898年7月、ウィーン大学に入学し、哲学と心理学を専攻する傍ら、自然科学や医学をも学んだ。彼はまた多数の言語に通行しており、18歳の時には古典ギリシア語とラテン語、フランス語、英語、後にはスペイン語やイタリア語をも流暢に操った。1901年秋、バイニンガーは論文、エロスとプシュケ、エロスウントサイッキー、アイネバイラジスク、サイコレジェッシュストディを出版しようと試みた。結局この論文は1902年に学位論文として提出することになる。ジークムント・フロイトにあったが、フロイトはこの論文を出版社に推薦しようとしなかった。ウィーン大学の教授たちはこの論文を学位論文として受理し、バイニンガーは哲学博士の学位を受けた。彼が意気揚々とプロテスタントの洗礼を受けたのは、その直後のことである。1902年夏、バイニンガーは旅先のバイロイトでリヒャルト・ワーグナーのパルジファルを鑑賞し、深い感銘を受けた。ドレスデンやコッペンハーゲンやオスロなどを旅した後、彼はウィーンに帰還した。その頃から彼は、うつ病の兆候を見せ始めた。ドッペルゲンガーに悩まされたのも、この時期のことである。1903年6月、ウィーンのブラウミュラー出版社が彼の主張、性と性格ある基礎的研究を刊行した。バイニンガーによれば、この書物は、性にまつわる諸問題に新しい光を当てる試みであった。この本は不評ではなかったものの、彼が予期していたような波紋は呼ばなかった。同年10月3日、バイニンガーは、シュバルツ・シュパーニャー通り15番地のベートーベン終焉の館に部屋を取った。翌朝、彼は左胸に負傷し、清掃した姿で床に倒れているところを発見され、急遽病院に運ばれたが、彼は搬送先で死去した。23歳だった。主張、性と性格において、彼は全人類が男性的形質と女性的形質を併せ持っていると主張し、この自説を科学的に立証しようと試みた。彼によると、男性的形質とは、能動的、生産的、意識的、倫理的、論理的な性質であり、女性的形質とは、受動的、非生産的、無意識的、非倫理的、非論理的な性質である。彼によると、女性解放とは、レズビアンのような男性的女性のためのものであり、女性の人生は、行動、例えば娼婦と生産、例えば母の両面において、もっぱら性機能のために費やされる。女性は、本質的に、ナコードである。一方、男性、あるいは人間の中の男性的側面の役割とは天才になるために生き延びることであり、彼が自身の中に乱すところの絶対者、すなわち神に対する抽象的な愛のために性を超越することであるという。この本の相当部分は天才論である。別の章においてバイニンガーは、彼自身1902年にキリスト教へ改宗したユダヤ人だが、原初ユダヤ人を女性的な存在、本来非宗教的な存在、真に個人主義的な魂を持たぬ存在、善悪の感覚を持たぬ存在と分析する。彼によれば、キリスト教とは最も高き信仰の最も高き表現だが、ユダヤ教は卑劣さの極致である。バイニンガーは現代という時代の腐敗を弾劾し、その腐敗の本質を女性的なもの、ユダヤ的なものと規定する。バイニンガーは、ベートーベンの終焉の館で、拳銃自殺したが、ベベートーベンこそはバイニンガーが、あらゆる天才の中で最も偉大と目していた人物であった。この一事によりバイニンガーは、時代の寵児となり、多数の模倣自殺者を生み、著者の評価を増した。こうして、性と性格はストリンドベリから、あらゆる問題の中で最も難しい問題を解決したものという熱烈な賛辞を寄せられた。最も難しい問題とは、つまり女性問題のことである。ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタインは、中学生時代に性と性格を読んで強い感銘を受け、後に自ら最も大きな影響を受けた書物の一冊に挙げ、友人たちに一読を勧めている、レイ・モンク、ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタイン、ザ・デューティー・オブ・ゲニウス、1990。しかしながら、ヴィトゲンシュタインは、バイニンガーの思想に、ただ感動していただけではなく、バイニンガーの立ち位置に対して、根本的に不同意でもあった。ヴィトゲンシュタインは、ジーム・ウーアに、彼、バイニンガーに同意することは不要であり、あるいはむしろ不可能である。しかし彼の偉大さは、我々が同意しない事柄の中に存するのだ。偉大であることは、彼が犯した大きな過ちだと書き送っている。なお、バイニンガーの箴言として知られる、論理と倫理は根本的に同じものだ。いずれも己自身への本分に他ならないという言葉は、ヴィトゲンシュタインの言葉だった可能性がある。現代文明の腐敗という主題や、完全なものの天才に対する義務という主題は、ヴィトゲンシュタインの後期の著作に繰り返し登場するものである。ナチがよりどころとすることになった人種の理念に対して、バイニンガーは積極的な批判を展開したが、ナチは反ユダヤ主義プロパガンダの一環として、バイニンガーの言葉を前後の文脈から切りして手前勝手に利用した。アドルフ・ヒトラーは、バイニンガーをまともなユダヤ人が一人だけいたが、そいつは自殺してしまったと評したと伝えられているが、ナチは公的にはバイニンガーの著書を糾弾した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。